こんにちはプレイヤーさん。元気だったかしらその、今日はちょっと趣向を変えて、人生相談でもと思うんだけど、最近、将来何をして生きていこうかなーって思う時があるの。えなんでそんなことを言い出すのかって私だって女神とはいえ、一応、 女の子なわけだしい,いろいろ考えていることがあるの私のその元い、私の友達の話なんだけどね声優さんになりたいって憧れを持ってる子がいて声優って人気の職業じゃない 仮にデビューしたとしてもオーディションとか受からないとお仕事もらえないし知名度を上げるのも大変だと思うもちろんその子も辛い道だってことは重々承知でそれでも声優になりたいって思っているのあなたは憧れだけでやっていけると思うそそうよねどんな夢だって 諦めてしまったらそこで終了だものねところであなたはもし魔法使いか何かに「今すぐ夢をかなえてやろう」って言われたら話に乗るあら意外だわあなたって純真というかなんというかロマンチストっていうのかしら私はそういうの嫌いじゃないわ聞いてくれてありがとう やっぱり応援するなら前向きにならなくちゃきっといつか立派な声優になってみせるんだからってその子が言ってたわちょっと真面目に話し込んじゃったわねそろそろこの辺で失礼するわそれじゃあまた来るから